さんこんにちは、からあげです。毎度皆さんこんにちは、ほのかです。毎度皆さんこんにちは、ぐにゃんです。はい、いっせーので、毎度。はい、ということでですね、今日のメル TV は画像加工対決でございます。イエーイ。画像ね。なるほど。私の自撮りをどう、まかにゃんとほのかちゃんに加工してもらいたいなと思います。いいです。はい、じゃあ私とほのかちゃんがこういろいろいじっていいなと思った方を選ぶということですか。お、あ、選ぶんですか。頑張ろう。じゃあ早速自撮り、はい、自撮りします。していただきましょう。 B61 ですか。いつも B61 使ってて、英語が読めんから何のフィルターか分かりません。こんな自撮り。かわいい。じゃあ制限時間5分で、はい、よーい、フライドしてる人多いけど、よーい、よーい、スタート。はい、ということで5分経ちました。めっちゃ笑ってます。では私から発表していいですか。はい、お願いします。私すごいいじりました。いじりました。いろんな意味でいじりました。もう個人的にからあげちゃんを個人的趣味に寄せました。はい、はい、ではタレ目の私好みのからあげちゃんをご覧いただきましょう。こちらです。ババン。おー、いじってる。え、なんか化粧した。すごいした。カラコン入ってる。これカラコンは入れてないんですよ。目の中だけを光明るくして、へぇ、目に光を入れただけで。わからん、加工したってわからん。あと垂れ目のアイラインを伸ばしました。へぇ、すげぇ。あと眉毛を下げて垂れ眉にして、ちょっと鼻と口をやって眉毛ぼかししました。わかんない。なんか全体的に白っぽい感じに。ほんとだ。元画像と比べたらわかると思うんですけど、あの目がちゃうな。うん、白っぽい感じに飛ばしてインスタっぽくしました。いやこれはラインカメラとビューティーカムとの2種類です。すごい。この格好見せられん。そんなにですか。じゃあこれまたいたずらして唐揚げちゃんを加工しましたので、はい、お見せします。はい。どういうこと。パリピ感が。これはね、これなんてアプリなっちゃうけど、ピク、そういうこと、ピクスアート。あー、なるほど。アプリで下のね、マジックってところがあるんですけど、ピッてやったら急にバーンってこうなったら、これでいいよって思って。なんかお任せです。お、描いたみたいな感じになりますね。アートっぽく。赤やろこれ。すいません。いやいや、ありがとうございます。アートっぽく。はい、じゃあそんな感じでからあげちゃん、はい、こちらの加工がお気に召しましたでしょうか。いや、どっちもね。いや逆にやから、逆にほのか選んだらもうわがにゃんの頑張りがもう、ね、両方からプレッシャー。いやいやいや、もう全然。どっちもね、素敵だったんですけど。素敵じゃないの。素敵でしたよ。素敵です。素敵だったんですけど、やっぱりわがにゃんの方が私が良くて、橋本女子っぽくないから。いやいやいや、可愛かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やったー。え、ちなみにどうやってするんですか、それ。気になる。うん、アイライン。もうまずラインカメラですね。これラインカメラで、1枚目こんな感じで、で2枚目をこう目を大きくして、で3枚目のビューティーカムで顔に強弱を出してます。うわー、鼻筋とかを隠して、で色味を変えて終わりです。すげえ。ありがとうございます。わかりやすく。整形や。わかれへんな、ほんまに。普通に自然です。もうすっごいわかりやすくやるってことなんです。むくんだ日とかやります。確かに。むくんだ日とかちょっと加工して出してみます。顔をとりあえず痩せたいなと思って顔を痩せさせて、痩せたいっていう気持ちを全面に表す。可愛い。センスあるセンスある。痩せます。本日の動画はここまでです。最後までメル TV 見ていただいてありがとうございます。この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。